はい、どうもさん、こんにちは。ゆずいこです。それでは今回なんですけども、ローソンアプリのお年玉、抽選で AUPay 残高最大1万円相当当たるチャンス、実際の取り組み方も解説ということで、今回はローソンと AUPay でちょっとした面白そうなキャンペーンが開催されていましたので、そちらについてお伝えします。で、実際にですね、僕も参加してきましたので、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは、行ってみましょう。 ということで、今回のキャンペーンはこちらですね。ローソンアプリのお年玉総額1億円相当抽選で当たるというキャンペーンとなっております。で、こちらのキャンペーンは2020年の12月26日本日からスタートとなっております。でですね、このキャンペーン大きくて4つございます。まあそれぞれですね、簡単にお伝えしようと思うんですけども、まず1つ目はこちらのローソンアプリのスタンプラリーなんですけども、ちょっとですね、こちらの後ほどですね、ちょっと僕自身が参加したので、ちょっと後回しにします。次はこちらですね、アプリ限定のお年玉クーポンということなんです。 ですが、お年玉クーポン年末年始を笑顔で過ごせるようにお得なクーポンを用意しました。ぜひご利用くださいということで、まあ、こちらのクーポンというのはローソンアプリにクーポンが付与されているので、それを使ったらローソンで少しお得に商品がお買い物できるというものとなっております。で、こちらのクーポンの利用期間として12月の26日土曜日から1月の5日まで使えるクーポンとなっております。でですね、今現在見た時にしっかりとクーポンがありまして、いろんな商品が20円引きであったりとか。 ま他にも30円引きとか10円引きとか20円引きとかあるので、まあちょっと全体の金額からするとちょっと高いかもしれないんですけども、もし普段からね、もうずっとローソンを利用されてる方はこういったものを利用すれば若干割引が効くので、このタイミングで使ってるのも、見るのもいいと思います。 次三つ目は、お年玉お試し機会券というものですね。で、お試し機会券って何ぞやっていうことだと思うんですけども、こちらはですね、これまで何度か動画で紹介したことがあるんですが、ぜひですね、お試し機会券についてわからない方はこちらの動画を参照にしてください。一応概要欄にリンク貼っておきます。で、そのお試し機会券なんですけども、まあ大きく二つですね、お得な商品が出ます。まず一つ目は、雪めくティラミス1個ということなんですけども、こちらのお試し機会券の利用期間として、1月の1日から1月3日、 までの期間なんですけども先着3万枚が配布されますで通常であれば税込み270円なんですけどもこちら d ポイントであったりとかポンタポイントが50ポイントあれば交換することができます結構うまそうですよねこれ次2つ目はこちらの商品なんですけども雲泡というんですかね雲泡クリームの1号ショートこれ1個ですね先着3万枚ということなんですが税込みが320円の商品が 50ポイントで交換することができるということですね。まあ、個人的なおすすめの利用方法とすると、まあ、D ポイントの期間用途限定がですね、まだ残っている方がいらっしゃいましたら、このお試し会見で使うことができますので、それに当てるのもいいんじゃないかなと思います。そして4つ目は、引用ツイートキャンペーンということで、こちらですね、引用ツイートキャンペーン。キャンペーン期間中に、ローソン公式ツイッターアカウントをフォローした後に、 最初ツイートにコメントをつけて引用ツイートをした中から、なんと抽選で1名様に唐揚げくん2021粒分っていうんですかね。88000分の a u イ残高をプレゼントということで,ですね。まあ、かなりね、1名様ということですので、狭きもんなのかなと思うんですけども、もしですね、ツイッターされてる方いらっしゃいましたら、まあ、すでにね、ローソンの公式ツイッターがこんな風につぶやいてますんで、こちらにコメントをつけてね、引用リツイートしてみるのもいいんじゃないかなと思います。 ということで、今回の本題の方ですね、ローソンアプリのお年玉アプリのスタンプラリーということなんですけども、こちらのキャンペーンですね、総額1億円分の au ペ a 残高が抽選で当たるキャンペーンとなっております。で、キャンペーンの期間なんですけども、スタンプの獲得期間として、本日の12月の26日土曜日からスタートして、1月の11日まで。で、経費の応募期間であったりとか、当選経費の受け取り期間というのはちゃんとありますので、こちら事前にチェックをしておいてください。で、中身なんですけども、ローソン店内でローソンのアプリをまず起動します。 で、その後にアプリのスタンプラリに参加すると、期間中1店舗につき1日スタンプを貯められます。で、スタンプを貯めて応募したら aupay 残高が抽選で当たるということですね。で、このキャンペーンに参加するためには、ちょっと下に細かく出てるんですけども、端末の Bluetooth の機能をですね、オンにしたりであったりとか、aupay のアプリがどうしても必要となりますので、こちらは事前にインストールした上で利用してみてください。 あとですね、抽選の応募自体は各経費につきお一人様5回までとなっております。で、さらにスタンプのですね、取得上限は30個までとなってますんで、ここもずーっと無限にできるわけじゃないので気をつけてください。で、実際にですね、スタンプで当たる商品なんですけども、3段階に分かれております。まず1つスタンプを貯めることで、抽選で5万名様に a ペ p e z 残高が500円分。次、2つスタンプを集めたら、抽選で2万5千名様に a ペ p e z 残高が1000円分。そして6つ、6個ですね、スタンプを集めたら抽選で5000名様になんと a u p 残高 が 1>, 1万円分当たるということなんですよでですねまあちょっとこれ僕もツイッター見ててびっくりしたんですけども今日ですかね日付が変わるタイミングでかなりツイッターフォローさせていただいている方が参加されたらしくてちょくちょくとこの a 雄 p 残高が1万円分当たったという方を見てすごいびっくりしましたでですね今日はもう僕もツイッターで呟いた通り今日仕事だったんですけどもそのまま出勤しながらですねローソンに行ったんですよまあこの6 6店舗を制覇するために回ってきましたで実際にローソンに着いた時に行う 操作方法なんでですすけどもめちゃくちゃゃく簡単ですまず、ローソンのアプリを起動していただきましたら、ここの真ん中の下にキャンペーンという項目があります。で、そこをタップしたら、キャンペーンの項目があるんですけども、ここのもっと見るというところをタップしたら、今回のね、キャンペーンのページである、ローソンアプリのお年玉の項目が出てきますので、ここをタップしてください。そしたらですね、今回のキャンペーンの詳細ページが出てきます。で、まだ、この時点では現在の獲得数、スタンプは0個となっておりますので、早速スタンプを獲得するをタップします。 で、ちょっとここでポイントなんですけども、まあ、店舗を検索しています。店舗から半径10メートル以内にいるようにしてくださいと出ておりますね。そうなんですよ。お店の中にわざわざ入らなくても、まあ、この店舗の検索がうまくいけば、スタンプラリーを一つクリアすることができます。なので、まあ、僕の場合は今日であればですね、お店の中に入らず、自転車に乗ったまま、お店の近くでこのアプリを起動して、で、スタンプラリーでスタンプをゲットするという流れになったので、結構サクサクっといきましたね。 でですね、そうするとうまくローソンアプリが読み込んでくれて、まあ、そのマップとお店の情報が出てきます。そして入店してスタンプを獲得するっていうのがあるんですけども、僕の場合は今回入店はしていません。ただお店の近くにいただけです。そうするとですね、ご覧のようにローソンアプリのお年玉ということで、1の部分がお年玉のマークがつきました。これで1つスタンプがクリアということになります。で、1つスタンプをクリアすることで AUP300500 円分ですね、これの抽選を参加することができますんで、早速行ってみました。で、1スタンプ A ペイ残高500円分に応募しますよろしいですかでここではいをタップしますそして抽選中ということでガラガラガラってなりまして気になる結果は じゃんということで、なんと1スタンプ目 a ペイ残高500円分が当たりました。これ朝一からめちゃくちゃテンション上がりましたね。まあ、ちらほらと500円分が当たってる方見かけたんですけども、やっぱり普通にね、500円当たるだけでもめちゃくちゃ嬉しいですね。で、早速ですね、このシリアルコードを使って a ペイ残高にチャージしてみたいと思います。まず AUPAY のアプリを開いていただきましたら、残高が今1841円なんですけども、ここのチャージという項目をタップします。 としたら、チャージの画面に切り替わりまして、ここにですね、aupay チャージカードという項目がございます。 そこに入ると、a ペ p チャージを読み込む画面が出てくるんですけども、ここにですね、コード番号を手入力するという項目があるので、ここをタップします。そしたら、今回ですね、当たった a ペ p 残高のコードを入力する画面があるので、ここでそのコードを入力します。ちょっとですね、ここのコードが入力、コピペがちょっと iPhone だとしづらかったんですけども、なんとかうまくいきました。で、入力がうまくいくと、ここのチャージするというのが出てくるので、ここをタップしてください。そしたらチャージが完了しましたということで、結構流れとしたらシンプルですね。そしたら、ご覧のように、残高が500円分増え ます2341円ということでこれでチャージが完了です。 でですね、僕今回ですね、まあ、スタンプ6個クリアしてそのままちょっと仕事に行ってきたんですけども、その後ちょっとびっくりしたことがあってですね、まあ、その後に今見てる通り、あなたのスタンプ数13個で3周目となってると思うんですよ。そうなんですよ。でもそのままでですね、ちょっと仕事帰り、同じ店舗でできるかって見たら、なんと、なんとですね、できたんですよね。勝手に僕の中で1周目クリアしたら、また次の日に持ち越しかなと思ったら、そのまま続けて2周目3周目に入ることができたんで、ちょっとこれはびっくりしましたね。で けども残念ながら残りは全部ハズレでございましたで今ちょっとお伝えしたところなんですけども実際にこんな風に文字で表すとこんな感じですまあ、今朝 A から F10 まで6店舗回ってスタンプをもらったとこれで1周目がクリアということでまあ、ちょっと週の感じが違うんですけどもでですねここでなんとリセットがされてさらにここからなんですけどもなんと同じ F10 からスタンプをまたゲットすることができたんですよねそうなんですよもし F10 にお店にいた場合 そのスタンプラリーのロックをクリアしたらもう1回同じ場所でスタンプがゲットできるんですよねちょっとこれができることにちょっとびっくりしたのでもしスタンプラリー参加される方はですねこういった方法で試してみてもいいのかなと思いますまあ、実際ね僕も今回参加してみて意外とこのスタンプラリー集めるの楽しいなと思ったんですけどももうこの6店舗回るだけでも結構な労力を使ったのでちょっとねのんびりと時間がある時にサクサクっとまたクリアできるようにちょっとしようかなという風に思っておりますまあそんなこんなで今回はローソンアプリの お年玉総額1億円が抽選で当たるキャンペーンについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。ま、ほんとね、今年の年末年始は僕もちょっと実家に帰ることなく自宅でのんびりと過ごそうかなというふうに思っておりますんで、まあ、こういったキャンペーンは結構ありがた、ありがたかったりはしますね。で、一応ですね、今回お伝えしたキャンペーンのリンク、そしてお試しみ会見についてどういうことだろうというふうに確認したい方がいらっしゃいましたらその時の動画もリンク貼っておきますんで、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、本日の 動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました